こんにちは、シュです。本日ね、グランリバース降臨やっていきましょう。ドラゴン強化ってことなんでね、ベジットを使ってやっていきます。懐かしいね、ベジット。じゃあやっていこう。最近ね、ドラゴンボールのアニメに結構ハマってるんだよね、ドラゴンボールスーパー。あれなかなかさ、今面白いんだよね、悟空ブラックだっけ？あれが出てきて、あそこら辺からすげえ面白い。いや、その前も面白かったんだけど、なんか今、新章始まったんだよね、ちょうど。なんでそれ見てたらね、悟空使ってみたいなってことで、いやつかドラゴンボールコラボ来てほしいな。来ないのかな。確か前に来た時ドラゴンボール回だったよね。で今ドラゴンボールスーパーじゃん。なんで回コラボ来たら、回じゃね、スーパーのコラボ来たらさ、結構熱いよね。いや熱いよねって、多分ドラゴンボール好きな人しかわかんないと思うんだけど、普通に青色のさスーパーサイヤ人使ってみたいな。あれなんだっけな、青色のスーパーサイヤ人確か名前あったんだよね。なんだっけ、スーパーサイヤ人ゴッドの力を入れたサイヤ人のスーパーサイヤ人だったっけな。確かそんな感じだった気がする。いやそれ来ないかな。ていうか今でもベジットなかなか強いからね、普通に使え、強いというか使いやすいよね。かなり欠損することがほぼほぼないし、まあまあそんな火力も悪くないからね。2ウェイ入れればワンパンできるかな。ちょっとパズルが遅いな。 OK。 いや指も長いね。つうかサブがあれなのか、指長めのあれなのか。 OKOK。 でこの次確かね、なんだっけ、あいつか、青ソニか。青ソニ全ロックしてくるからさ、ちょっとめんどくさいね。ボルメテ使ってもいいか。この全ロック見づらいんだよね、ちょっとパズルするとき。そこがなんかやりづらいな。もうちょい見やすくしてほしい。どうしよう。ボルメテ使っちゃうか。OK。ツーウェイ組めんね。あ、木のツーウェイとか入れた方がいいのか。あんま考えてやってなかったけど。ラグドラがドラゴンキラーだもんね。多分青ソニアドラゴンでしょ。OK。ちょっと悩ましいな。やばい、ミスってるけど、多分指長いからある程度ミスってもいけるんじゃないかな。OK でしょう。で、この次ボスか。ボス結構厳しいんじゃないかな。いろいろね、最初吸収あるからね。OK。イオ、今なんて書いてた？イオなんとかって書いてなかったっけ？とりあえず倍決めれば余裕でしょう。光落として、お、いい落としになってんじゃん。これいい落としになってんじゃない。いいね。あれさ、でもう一回ドラゴンボールスーパーの話に戻るけどさ、この悟空ブラックって何なんだろうね。ちょっとごめんね、ドラゴンボールわかんない人。悟空ブラックって何なんだろう。いや一瞬さ、あっち側の悟空かなと思ったんだよね、未来世界の。ただあっちの未来世界の悟空って確か心臓病かなんかで亡くなったんじゃなかったっけな。セル編の時そんなこと言ってた気がすんな。でさ、今回の話で人間どもがどうのこうのって言ってたから、あいつ機械なのかな、ロボットな気もするけど、まあよくわかんないね。あんま適当なこと言うと怒られちゃうんで。どうしよう、回復残しとこうか。もう HP 高いなと思ったら、そうだよね、ドラゴン強化だからわざわざここ来たんで。飛球種か。これ飛球種じゃなかったらちょっと殴れてたんだけどね。威嚇も効かないのか。ちょっとめんどくさいな。お、ただ今、いい盤面だ、次。これ行ってみようか、カンナ使って。かなりいい盤面だ。威嚇効けばね、かなり熱かったんだけど。あ、変換入れた方が良かったかな、ディノライダーとか。まあ、いいか。結構いい盤面なんで。お、水の2ウェイ入れるけど、あー、ボルメテだけか。お、いい、すごい、うまい。かなり綺麗に収まった。これでワンパンいってくれるんじゃないかな。お、いいね。いい落ち込みも来て。いけ。おわ、300万か。なかなかほんと強いね。ただ今、盤面がめっちゃ良かったね。2ウェイ組めたし、2個組めたし、オッケー。はい、ということで、じゃあ今回はこれで終わります。バイバイ。